火曜日エロのたっくんです。よろしくお願いします。ということで今日は2週連続で大井町のすべりまきりさんとのロケなんですけど、ここら辺でちょっと待ち合わせしてるんですけど、ずっとね声聞こえてるんですよね、ずっとね。ほらフレディじゃない、歌ってるんですよ、なんかどっかで。フレディなんじゃないの、多分この辺やと思うんですけどね。ちょっと待って、ね、今回は見てミラ見て、ミラもう歌ってるやん、恥ずかしいって。相変わらず溶け込めてない大井町に。スベリさん、はい、おはようございます。スベリさん、おはようございます。スベリさん、今日よろしくお願いします。よろしくよろしく。あ、今日はなんかちょっと大井町のおすすめスポットをなんか紹介してくれるということで。そうなんですよ、はい、あのね、こう神奈川県内にね、うん、こうお酒を作るとこ13個あるんですけど、そのうちの2つがここ大井町に収集しておりまして。2つあるんですね。そうなんです、石井醸造さんと、うん、そして今日ここ来ました井上酒造さん、井上酒造さん、はい、あ、ここです。井上酒造さん、あ、もうここ前なんですね。ここです。前で歌ってたんですね。前で歌ってましたよ。はい、ということでスベリーさんがおすすめしたいのは大井町のお酒とのこと。200年以上の歴史がある井上酒造さんにお邪魔します。ちょうど今の時期絞りたてのフレッシュなお酒をいただけるということで奥へ案内していただきました。見て、これが箱根山の絞りです、はい、出た。初って書いてる。いや、そのまま分かりやすく。素晴らしいね。じゃあいただきましょう。すいません、いただきます。乾杯。一気に。テキーラじゃないんだよこれ。テキーラじゃないんだよこれ。いいですね。いい。鼻に抜けて。うん、いい香り。ちょっとまだ20歳になったばっかりなんでね、分かんないですけど。うん。いや、これ。うん。ふくよかななんかこうこのね、うん、甘さと。キリッとしたちょっと後味と意外と飲みやすく感じますけど、うん、はい、アルコール度数は、はい、あの一般の日本酒よりもちょっと高くて、一般の日本酒 15% ぐらいですけど、これ 20% あれ、わ、結構高い。感じない。結構高い。感じない。ちなみにあのスベリーマーキュリー、今年のお正月はこの初絞りで乾杯したんですよ。おー、いいですね。親族と、はい、今大井町でもね、うん、あの去年の11月に、うん、あの大井町地酒で乾杯を推進する条例、あのおなじみの条例が。知らないですか。大井町地酒で乾杯を推進する条例。めちゃめちゃ噛みそうになってる、ね、それの時にちょうどあのスベリーマイキュリー、あの井上さんとお会いさせていただいて、会ったことあるんですね。あります、あります。そうなんだ。条例施行のね、お祝いの席で、はい、あの、はい、そうなんですよ。そこでやっぱこうね、大井町は地酒で乾杯しないといけないっていう条例にあるんです。そうです、まあしないといけないっていうか、まあ推進、その方がいいんじゃないみたいな。できるだけしなさいよ。そうです。それこそ大井町のお水とか、それこそお米を使ってこう作るっていう、ちょっと楽しめの条例ですね。そうです、そうです。はい、井上酒造さんは一般の方の酒造見学なんかも受け付けていまして、僕もスベリーさんと一緒に見学させてもらったんですけど、井上さんがめっちゃ丁寧にお酒のことを教えてくれるんですよ。原料の麹とか発酵中の日本酒なんかも見られるので、お酒好きの方には特におすすめです。最近は外国の方も多いみたいですよ。小馬勝さんなんかこれ絶対行きたいです。いや、ここやっぱ行くだけでもね、うん、そう感じいいじゃないですか。雰囲気がいいよ。